い、本日はですね、高レビュー多数、誰も言わないけどもノースフェイスの隠れた名パンツをご紹介していきたいなと思います。もう一個隠れた名品なんですよ。めちゃくちゃレビューの評価高いんで、びっくりします。はい、本日はですね、高レビュー多数、誰も言わないけどもノースフェイスの隠れた名パンツをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらのパンツ、バーサタイルパンツって言って、以前この動画でも5年ぐらい前ですかね、レビューさせていただいたんですよ。で、その時にレビューはしてたんですけども、これね、実はノースフェイスっていうとパンツ、皆さんアルパインライトパンツって思うじゃないですか。で、もちろんアルパインライトパンツは素晴らしいんですけども、実はこのバーサタイルパンツはもう一個隠れた名品なんですよ。で、はいはいはい、出ましたと。タクゾーまたいらんこと、わけわからんこと言ってるわと思うかもしれないけど、この動画見終わる頃には確かにバーサタイルパンツええやないかと、おいおい思ってるより良かったやないかいってなると思いますので、ぜひね、見ていただきたいなと思います。ではですね、まずバーサタイルパンツなんですけども、こちらね、ゴールドウィンのノースフェイス公式サイトのレビューをパッと見てみたんですよ。めちゃくちゃレビューの評価高いんで。なんでそもそもこれをレビューしようかってなったかっていうと、僕の嫁がね、毎日これ履いてるんですよ。で、もともとというと、僕のこの XL のパンツをちょっと貸してって言って履き出したんですよ。そしたら、これめっちゃいいから私のサイズ欲しいって言って自分用に買ったんですね。ほんなら、ここにも写真ある通り、ずーっと1年中履き続けてるんですよ。で、僕本来は1年中履くパンツっていうよりかは、春、夏、秋に向けてこの3シーズン履けるパンツやと思ってるんですね。ただ嫁の場合はなんてか知らんけど、1年間ずっと履いてますので、これ履き出したら止まらないパンツになってます。要はカッパエビ線状態と言いますか、そういうパンツになってますので、ちょっとね、僕も一回履いてみたいなと思います。で、なんでいいのかっていうと、多分僕のチャンネル見ていただける方って、こう、ダボっとしたオーバーのも履く人もいてるし、細いのも履くと思うんですけど、ダボっとしたのが僕はどっちから苦手なんですよ。で、苦手ってあんまトライしてこないんだけど、そういう人にもう持ってこい。普段から履いてる人はもういいんですよ。ダボっとしたのちょっとどうかなと思ってる人にちょっと見ていただきたいなと思います。はい、と、まあこんな感じになっております。今回 XL サイズで着用してます。で、基本的に僕のノースフェイスは L なんですけど、あえて XL にします。その理由もちょっと後でお伝えはしたいなと思うんですけども、 XL サイズを着用してますので、皆さんも普段のサイズでいいって思われる方は全然いいんですけど、迷った場合は大きいの言ってください。普段のやつ M にしようかな、いや、でももう一個上でもいいかなと思ったら上です。迷ったら上、大は小を兼ねるって言うけども、とにかく大、大きいとか、もうそういうのはもうとにかくいいことなんでね、やってもらいたいなと思います。そしてなんか直営店やったら、これのもう一個上もあるらしいんですよ。 XXL も今年から出たんかな、なんかそんな感じみたいなんで、 XL サイズで、まあ、うわ、俺185あんねんけど XXL 欲しかったなっていう人なんかは直営店に行けばなんかどうやらあるみたいです。で、直営店のサイトっていうか、また公式サイト見てたらおしゃれなんですよ。ショップ店員の人ら、まあ当たり前ですよね。ショップ店員の人ら当たり前のおしゃれに履きこなすんやけども、これ見てください。僕何にもやらんと T シャツにパンツ履いて靴履いてるだけでもなんかそれっぽい雰囲気出るじゃないですか。その理由をね、皆さんレビューでいろいろお答えしていただいてますので、それちょっとまあ簡単にご紹介していきたいなと思うんですけど、まず一番最初っていうのはシルエットがまあとにかく綺麗で、ワイドパンツっていうとここの絞りがないんじゃないですか。普通ってここ絞りがなくてズドーンと押してるのって、僕ら30超えてくるとちょっとだらしないというか、おじさんが無理してるな、もしくはあの人作業着なんかなって思われるじゃないですか。だからここの足首締まってると、まあ、足元が綺麗になるのもそうなんやけども、それ以外に足さばきもいいんですね。例えば車パーって乗り込む時とかに、この辺がなんかファサファサしてこうへんっていうね。で、それ以外にもこう地べた座ろうかとか、こう椅子座ろうかってなった時に、なんかよっこいせみたいなことせんでも、もうこの辺はバババババってなってるから、ペッ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 って座れるわけなんですよ。だから結構これね、普段あんまりワイドパンツとか履かへんねんけども、まあそういうのもちょっと履いてみたいなっていう人なんかは結構トライしやすいんですよ。だからまずシルエット綺麗やし、足さばきしやすいっていうところもそうやし、それ以外にやったらめちゃくちゃ楽ちんなんですよ。めちゃくちゃ楽ちん。もう楽ちんの要素が山ほど出てくるから、ちょっと一回ちょっと整理しましょうか。まず楽ちん一つ目、手入れ簡単。もうとにかく何も考えんと洗濯機。で、楽ちん二つ目、シルエットがゆったりやから、窮屈感全くない。楽ちん三つ目、生地感が結構薄めなんですよ。だから、ゴワゴワした感じが全くない。たまにパンツとかの G パンとかは G パンでまた素晴らしいんやけど、ゴワゴワしたのちょっと疲れたなっていう時あるじゃないですか。もっとラフにちょっとコンビニに、おにぎり買いに行くだけやねんみたいな時とかって、もうちょっとこうラフに行きたいなっていう時なんかがちょうどいいんですよ。だから結構楽ちんなんですよね。なので皆さんのレビューとか見ててもすごい楽ですとか、生地感が薄くていいですとかっていうレビューが多かって、はっはー、なるほどなーというふうにこう見させていただいてたんですけども、生地感で見ていただくとね、こういうなんていうの、ちょっとコットン
ライクな感じなんです。で一応ね生地としてはコットンも実は入ってるんですね。でもほとんどがナイロンで、ナイロンが確か 65% ぐらいだったかな。あ、すいません、これナイロン100でした。ナイロン 100% やのにコットンライクっぽい感じじゃないですか。普通ナイロン100って言ったらもっとなんかシャリシャリ言うような感じだと思うんですけど、いかにもマットな質感っていうところで、こうナイロン特有のね汗かいた時にベターってひっつくのがないんですよ。だから水気も吸ってくれるし、でそういうのがね履き心地いいみたいです。であと僕これは全く意味わからなかったんだけども、これのロゴがいいっていう意見もあったんですよ。なんか多分これがプリントじゃなくてロゴっていうか刺繍になってるっていうのがいいっていう話を多分してはるんやと思うんですけど、僕はあんまそういうの気にしないので、でね今聞いてたらね、へえ、あ、いいやいいや、でもまあ汗とか吸ったらどうなんだろうなって思うじゃないですか。ご安心ください、これ乾くめっちゃ早いんですよ。だからあの旅行とか行ってる時とか、まあもし水とかでパッて濡れたとかってなったりしても、最終パッパッてやってホテルのとこパンってかけとったら、あとも乾くんですよ。めちゃくちゃ乾き早い。なぜなのかというと、実はこれの名作の名作で、ショーツのバーサタイルショーツっていうショーツがあるんですね。すいません、ちょっとしわくちゃになっておりますけども、あんまその辺は気にしないでください。で、これと生地感が一緒なんですよ。だから生地感一緒でショートバージョンになってるだけなんですよ。って考えた時にこれって水陸両用なんですね。ですごい乾きが早くてコンパクトになって持ち運びがいいですよね。でも全く同じ生地使ってて、一応全く同じ生地とは歌ってないですけど、触ってみてください。全く同じ生地です。ってことは乾きも早いじゃないですか。ほんなら もちろん旅行にも使えるじゃないですか。すごいすぐ乾きましたみたいなレビューもあったんで、あ、それは多分バーサタイルショーツと同じ生地使ってるからなんやろなっていうのがね、あの多分持ってはる方だって、あ、そう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 と思っていただけると思うんですけども、そういうところになってます。でもお値段でちょっと高いんでしょ、やっぱりそんだけ息の温かいんじゃいます。ご安心ください。これなんとアルパインライトパンツよりも安いです。アルパインライトパンツで多分今1万5000円ぐらいするんですかね。だけどこれに関してはなんと1万2100円ということになってます。そしてなんと今からですね、公開から30分以内であれば1万2100円をですね半額の6050円にしたいところなんですけども、僕にそんな権限は全くありませんので、皆さん定価で買っていただくか、たまに楽天とか、あとまあそれ以外でお店とかセレクトショップとかではセールにかかってたりすることもあるし、あと大型のスポーツ店とかでも、セールにかかってたりして、これ結構定番なんで、別に新作とかじゃないのでずっと出続けてるから、まあちょこっとセールになってたりすることもありますので、もしあったら下のリンクに貼っときたいなと思います。で僕自身がこれ実際履いてみてどうなんかっていうところなんですけど、僕もねあの一時これずっと毎日履いてたんですよ。でなんか最近履かんくなったんやけど、まあ理由としてはなぜなんかっていうと、嫁に貸してる時にね、嫁がねなんかここにねノリこぼしよったんですよ。だからもうノリの跡がすっごいついてるんですよ。これ見えます？なんか白になってるでしょ。でもノリの跡ついちゃったから気に入って履いとったんやけども、もうしばらく履いてへんかって、ずっとそこに置きっぱなしにしとったんですよ。で置きっぱなしにしとって、いやそういやなんかクローゼットなんかあるかなって見てたら、これそういやめっちゃエヴァンツやのにずっと置きっぱなしやったっていうか、俺動画でも言ってないわと思って今回動画にさせてもらったんですね。で何がいいのかっていうと、まあ僕はそのさっき言った乾きとかももちろんいいのはいいんですけども、何のスニーカーでもあるんですよ。それが一番いいなと思って、例えばこういうボリュームのあるスニーカーって、さっき履いてたみたいなちょっとストレートパンツと相性若干悪かったりするじゃないですか。でストレートの細いパンツってこういったねバンズとかこうローテクのやつが合いやすかったりすると思うんですけども、このパンツね、あのハイテクスニーカーでもローテクスニーカーでもどっちでも合うんですよ。マジで万能パンツ、どんな靴とも合うっていう相性の良さね。ちなみにうちの嫁はこんな感じでずっと過ごします。このパンツ履くときはもういつもバンズ履いてるっていうスタイルで、まあ今はちょっと亡き嫁でね、あの今はちょっと別居してるのであんま嫁の話すると切なくはなってくるんですけども、まあこういうスタイルで過ごしてるし、まあ今っぽく行くんであれば多分ねこういうハイテクスニーカーでも全然いいし、あと僕の視聴者さんやったら多分これ持ってはる方も多いと思うんですね。オンっていうランニングシューズで、これもどっちかというとハイテクスニーカーになってくるから、こんな感じで合わせてもらってもいいかなと思います。ちなみに僕はねオンの紐をね毎回結ぶっていうのがめんどくさいから、オンの紐をゴムにしてます。だからキュッてしまってるように見えるけども、全部こういうゴム素材になってるので、例えば履くってなった時もこの靴紐をそのまました状態でピュンって履けるし、脱ぐってなった時もそのままピュンって脱げるので結構おすすめでございます。紐のレビューチャンネルじゃないから、まあこの辺で終わっておきますけども、エアジョーダンとかもそんな感じにしてるし、ハイカットのスニーカーとかも、あとこういうボリュームのあるスニーカーってキュッと締めること多いと思うので、まあ、そういう時はねぜひ使っていただけたらなと思いますので、まあ、僕個人的にはいろんなスニーカーとかいろんな靴と合うっていうところがめっちゃ使いやすいんじゃないかなと。でもちろん靴だけじゃなくて下が合えば上は合うんですよ。例えば今こうやって T シャツ1枚でこうやってる、全然普通じゃないですか。で例えば子育てしてるパパ、子供がね、いやお父さんちょっと公園連れてってよって言われて、まあこの格好でいっか、まあ上だけちょっと白はあれやけども、まあ、グレーとかに変えといて、うん、まあこの格好でいっかってなって、これだけではちょっと部屋着っぽいなってなった時はチラッとサングラスかけるでしょ。もうこれだけで OK。 ほんならもうなんかちょっとこう
あの、あ、誰々くんのとこのお父さんパパいい感じやんって言われるかもしれないじゃないですか。でそうなったら、嫁に黙ってこっそりいい思いができるというか、嫁にはね、あ、ちょっと俺子供見といたるから今日はゆっくりしときど、で嫁ポイントを貯めとくっていうね、嫁ポイント貯めといたら帰ってきたら機嫌いいから、それで、あ、任せとけ任せとけ、ただ連れてたらよし行くぞなんて言ってこう連れて行って、公園でこうやってカッコつけとくっていうね、よしそろそろ帰るぞなんて言いながら、そういう楽しみ方もできると。でもちろんアウターを着ることによって、こういったマウンテンパーカーとかやったら、そらどう考えても相性いいじゃないですか。ほなもうこれでこのままパンってやってたら、もうそれだけで、あ、もう何にも考えたらもうパッて羽織ってるだけなのに、あれなんかちょっと様なってるっていうか、垢抜けた感じっていうかね、ちょっと抜け感があるじゃないですか。だから個人的には上がちょっとゆったりしてるよな時とかやったら、もうめちゃくちゃ相性いいんちゃうかなと思ってね。僕はまあ夏はあんま履くことないんですよ。夏はやっぱどっちかってショーツ履くこと多いので、ロングのパンツあんま履かないんですけど、春とか秋とかっていうのにはめちゃくちゃ使えるんちゃうかなと思います。ただデメリットがちょっとあって、僕も実際使ってみてここ微妙やなっていうところがあるんですよ。でさっき言ったところで、まあ何点かあるんですけど、例えば乾きが早いっていうのはすっごい乾き早くていいんですけど、自転車乗られる方気をつけてください。あの自転車のサドルに水滴ついてる時って、手でねこうやって払うじゃないですか。こうやって払ってもなんかしないけどまだ残ってるんですよね。払っても払ってもずっと吸いてきてなんかしないけど残ってるんだけど、その時にこれで乗るでしょ、もう染みてきます。パンツの中の中まで染みてきて、あのおけつひんやりしますので、それちょっと気をつけていただきたいなっていうところで、水には全然問題はないんやけども、撥水とか防水とかっていうわけじゃないから、濡れた時はもう全然濡れるよと。ただこの足元を水たまりで濡れる程度やったら全然気になることないんやけども、あとレビューであったのが、フリースと一緒に洗ったり、フリースを着たら毛玉がつきますみたいなってことを書いてたんですけど、それはねうちでも実証済みで、この嫁がもう毎日フリースとこれしか着ないっていうスタイルなんですけど、一緒に洗濯してても、特にこのロゴの白いところに黒い毛が溜まってるとかっていうのも全くないですし、もしかしたらドラム式洗濯機やったらつきにくいとかってあるかもしれないんですけど、うちはドラム式でやってるんですけども、普通の洗濯機やとどうしても遠心力でへばりついたりとかして、最後乾燥までいかへんから毛がつくんかどうかわからないですけど、そんなんがあったりだとか、あとちょっとシワになりやすい。あのさっきも言ってもらった通り、これバーサタイルショーツですけども、まあ言うたら同じ生地使ってるので、特にこれ色あるからわかりやすいけど、こんな感じ、やっぱコンパクトになって畳めるのはすごいんですけど、畳むとこういう感じになってきたりだとか、折りじわがきちんとこう出ちゃうんですよね。だからその辺が、まあ、アイロンまでする必要はないと思うんですけども、できたら畳んで置いとくっていうよりかは、こういったハンガーにかけておくことで、そのシワ対策にはなるんじゃないかなと。であともう一個ね、あの一番最初に言ってたサイズを上げろって言ってたんですか。で何を言うてんねんと、お前わけわからん記憶言うなって話だけど、実はサイズ上げることによっていいことがあるんですよ。何なんかっていうと、この生地すごいいいんですけども、ストレッチ性全くないんですね。だから伸びないから、こういう風なその運動する時っていう、運動っていうか、まあそれこそさっき言った子育てとかしてる時に公園行く時とかって、なんかよう分からん、子供は超えられへんけど大人超えれるぐらいのポールこうやってまたぐ時あるじゃないですか。でああいう時とかってジャストサイズで僕が L で履くとこれ以上上がらないんですよ、足が。だからあの普通に歩く分には全然問題ないんやけども、ポールをこうまたぐとか自転車をこうサドルまたぐとかってなった時に、いちいちこう一回一回こう上に上げてからこうやらんと上がんないですよね。それが邪魔くさいので、僕はワンサイズ上を買ってるんですよ。なので伸びたりとかしないっていうことを考えると、いやいつも M ですと僕で、 M 履いていけるな、じゃあもう一個上履いてみようか、 L、 あ L もいけるなってなったら、もう迷わず上です。あの上のサイズが履けんねやったら上がいい。でも明らかにダボダボすぎて変っていうのは全然やめた方がいいと思うんですけど、もし迷うのであれば大きい方の方がいいんじゃないかなっていう、大は小を兼ねるって言いますけども、皆さん何でもかんでも大きいのが好きですよね。車もでかい方が好きやし、なんか家もでかい方が好きやし、で女性のスタイルだってボンキュッボンの方がいいわけじゃないですか。って考えたら、まあ、パンツもちょっとデカめいっといての方がいいんかなとかって思ったりします。とは言いながらもですね、おすすめのシーンっていうのがあるんですよ。だからこれはカッパエビセンなんですよと、やめられない止まらない状態なんです。でそれが何年かっていうと、まあ、冒頭からずっと言ってるみたいに、公園とか子育てで使う、まあ、それは全然問題ない。ではうちみたいに子供行ってないよっていう方とかであれば、例えば旅行先で使う、常夏のとこ行くんやったらこういったショーツで全然問題ないんですけども、ちょっと長ズボンだよと、長ズボンで移動するよってなった時なんかは、これが一着あると寝巻きにもなるし、活動着にもなったりするっていうことで、僕はちょっとその常夏以外で海外行ったことないんでわからないんですけども、まあ、そういうの使えるんじゃないかと。あともちろん日常でも使えるっていうところで、まあ、使えるシーンはかなり広いんじゃないかなと思います。僕とか自転車とかよく乗るので、自転車でも全然これは普通に乗ってたりするんですけど、これのねやっぱりいいところっていうと、特にそんなすごい機能あるわけじゃないんですよ。防水があったりストレッチ性がすごいとかっていうのも全くないんですけど、何がいいかっていうのは、メリットをいっぱいもらえるよりもデメリットが少ないことがやっぱ一
番僕らとしては嬉しいんですね。そうそうそうと、ほんならこのパンツの一番のデメリットをなくしてくれてるっていうのは劣化しないんですよ。なので例えば履いてますと、まあ僕これ5年ぐらい履いてるっていうか5年ぐらい買ってから経ってるけども、洗濯するじゃないですか。で洗濯とかしたらやっぱりコットンとかってどうしても風合いはかっこいいんやけども、風合いがある分劣化もしてきたり、ウールやったら毛玉になったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、ナイロンやから何も洗ったって毛玉にならへんし劣化がないんですよ。でそれこそね、ジーパンとかやったらやっぱりこう擦れてきたりとか、あれやっぱコットンなんでそういうのがあるんですけど、それがまたエイジングになってきて経年変化にはなるんですけど、良くも悪くも変化しないので、そういったところで劣化がなくずっと履けちゃう。でしかもそれが 12,100 円、それもし5年履いてください、1年間で換算したらいくらですか、2500円ぐらい、3000円いかんかぐらいになってると思うんですよ。ほんなら中途半端にようわからんの買うぐらいやったらこれ買っといて、これはこれで割り切ってカジュアル着でいくっていうのはねいいかなと思います。ただまあうちもねそうなんですけど、嫁これずっと履いてるって言うんですけど、やっぱり大阪市内に行くときは嫌がります。あの市内とかお出かけってなったときに、奥さんとか嫁さんとか彼女とかは多分、いやそんなパンツあかんといてよって言われるとは思いますけども、まあちょっとこの辺パッて回るとか、ちょっと車乗るとか、ちょっと自転車で移動するとかってなったときなんかにちょっとこうラフ感があるじゃないですか。いつもはちょっとシュッとしててスーツとか着てるんだけども、パッてフラッと出かけるときなんかはこれでちょっとゴミ出しなんかしながら、俺ゴミ出してくるわ、あおはようございますって言って隣の人と挨拶して、あれいつもとあの人と違うやんっていう、ちょっといつもの自分と違う自分をね見せれるっていうことで、どうでしょうか皆さん。最初の時はこのパンツちょっと太いのどうかななんて思ってたけども、ようよう聞いてみたら、なんて変哲のないパンツやねんけど、そういうのが一周回ってよかったりするんやんなっていうのってあるじゃないですか。昔はね、なんか自分探しの旅とか20代の時は行ったりとか、俺にはどんな刺激能力があるんやとかと思ってるけども、一周回って毎日起きて仕事に行って帰ってきて一杯のビール飲むルーティーンっていうのが一番最高じゃないですか。何もないことが一番の幸せっていうのと一緒で、このパンツも何もないんやけどもそれが一番いいっていうカッパエビセンになったっていうところがね、エビセンパンツということになっておりました。なのでもし仮にアルパインライトパンツ持ってるよっていう方やったら、もう1個上行っても全然いいと思います。普段 L 履いてんねん、あじゃあ XL でいいですね。普段 M 履いてんねん、あじゃあ L でいいですねっていう感じで、いや俺アルパインライトパンツ持ってないねんっていう方は店頭行って履いてみてどうなんかっていうのもね見てみるんかいいかなと思います。で、あと1個言うの忘れた。あのね、これ結構意外といいんですけど、何なんかっていうと、ポケットにファスナーついてるんですよ。だから、チャリンコ乗ってる時に、このファスナーないタイプって、エアポッツとかを入れるでしょ、ポコンって。入れたとしても、チャリンコ漕いでる時に落ちたりしてるんですね、たまに。だけど、ファスナーあるからピュッと上げとけば、落ちることもないし、安心に持っていける。ただもう1個気になる点としては、これね、鍵を入れる時は、この生地引っかかるんですよ、とにかく。鍵とガーって。でも勢いよく出そうと思ったらウィッて言ったりするので、それだけ皆さんね注意していただければいいかなということで、本日はですね5年間履いてみて分かったバーサタイルパンツを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。